はい、どうもジジブキッチンです。今日はですね、こちらの高橋商店さんの安丸だしの贅沢ロースだしを使って、今 SNS の方でバズっている暗殺者のパスタですね、こちらを今日は作っていきたいと思います。ですが、その前にチャンネル登録と高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは早速作っていきましょう。じゃあ火にかけていただいて、はい、それでは材料の紹介まずはしていきたいと思います。まずは高橋商店さんの安丸だしの贅沢ロースだし、こちらを使っていきます。それから鷹の爪、これは僕がちょっと辛いもの苦手なので今日は控えめにしてますけど、お好みに応じて少し量を増やしていただいても結構です。それとニンニクとトマトペースト、こちらがオリーブオイルに塩、それから黒胡椒で、バターと、こちらがトマト缶ですね、カットトマト缶です。で、今日は麺をディチェコのスパゲッティ、こちらを使っていきたいと思います。以上の材料を使って今日は安丸だしの贅沢ロースだしを使って作る SNS でバズっている暗殺者のパスタ、こちらを作っていきたいと思います。はい、そしたらまずは鍋に水を張っていただいて、贅沢ロースだしのだしパック、こちらを一つ入れていきます。そしたら火にかけていただいて、まずはだしを取っていきたいと思います。そしたら出汁を取っている間にニンニクはみじん切りにしていきます。それから鷹の爪も小さく切っておきます。はい、出汁は沸いてきたら中火に落としていただいて3分ほど煮出していきます。はい、タイマーが鳴ったらだしパックは軽く絞っていただいて取り出していきます。はい、そしたらボウルなどにトマト缶ですね、カットトマト缶加えていただいて、それからここに先ほど取っただしを加えておきます。はい、そしたらしっかりと合わせていただいて、でここにトマトの旨味を引き出すための一つまみの塩を加えていきます。はい、でここまでできたらテフロンパンとかでもいいんですけど、鉄鍋だったり、今日はこういった中華鍋ですね、混ぜやすいように深さのある中華鍋使っていくんですけども、そこにまずはオリーブオイルですね、垂らしていただいて、この後麺を揚げ焼きのようにしていくんですけども、おそらくご家庭のフライパンなんかではパスタがそのまま入らないと思うので、もう今日は麺は半分に折ってしまいます。折ってしまって加えていただいて、火にかけてまずは麺を揚げ焼きにしていきたいと思います。時々麺をこう動かしながら、しっかりと麺を香ばしく揚げ焼きにしていきます。今日はテフロンパンでももちろんいいんですけど、もうこう乾麺を空焼きのような状態でずっと火にかけていくので、テフロンパン使うとダメになってしまう可能性もあるので、そこだけ注意していただきたいですね。なので今日はこういった熱しても大丈夫な鉄の鍋だったり鉄のフライパンを使っていただく方がいいかなと思います。だいたいこんな感じで全体にこう揚げ色、焼き色ついてきたら、麺を少しこう端に寄せていただいて、オリーブオイルを再び加えていきます。でここに鷹の爪とそれからニンニク加えていただいて、ニンニクの香りをしっかりと出していきます。でこの時に麺がこっちに寄ってるとはいえあったかい状態ではあるので、なるべくこう火から遠ざけるような感じでニンニクを炒めていくようにしてください。はい、ニンニクのこういい香りがしてきたらトマトペーストを加えていきます。そしたらトマトペーストにもこう少し火を入れて、少しだけ酸味を飛ばしていきたいと思います。酸味が少し飛んできたら、先ほど合わせたカットトマト缶とだしですね、少量ずつ加えていきます。でこう麺に少しずつこう吸わせていくような感じですね。
はい、加えた出汁が煮詰まってきたら再び加えていただいて、リゾットを作るような時の感じで減ってきたら都度加えていただいて、出汁を吸わせて麺を茹でていくっていう、そんなイメージでいいかなと思います。はい、だいぶ煮詰まってきて麺もかなりこう柔らかくなってきたんですけど、こうちょっと調整しながら様子見て出汁加えたりとかしてたんですけど、結局作った出汁は全部使っちゃいました。その煮詰めていく時の火加減とかにもよると思うので、あとは鍋の大きさとかですねとかにもよると思うので、ちょっと様子を見ながら出汁の量っていうのは調整してみてください。はい、出汁も煮詰まって麺もしっかりとこう柔らかくなってきたら、仕上げにここにバターですね加えてしっかりと乳化させていきます。はい、バターもしっかりと溶けて乳化させられたらこれで完成ですね。さらに盛り付けていきたいと思います。仕上げにたっぷりの黒胡椒をかけていただいたらこれで完成ですね。それでは食べていきましょう。ではいただきます。暗殺者のパスタっていうのは最近知って、でコメント欄からもリクエストいただいたりしたんですけども、いただきます。うん、うん、こう普通のパスタとは違ってやっぱり一度麺を揚げ焼きにしてるのでかなり香ばしさがついて美味しいですね。で唐辛子しっかり効いてて辛みもあるんで、暗殺者のパスタっていう名前にふさわしい仕上がりになってるかなと思います。うん、贅沢ロースだしの旨味を麺がしっかり吸ってくれてますので、だしの旨味も効いててめちゃくちゃ美味しいです。うん、ワインに合わせていただくのも非常にいいかなと思います。今回は SNS でバズっている暗殺者のパスタを高橋商店さんの安丸だしを使って作ってみたんですけども、ワインとも非常に相性が良くて、この香ばしい麺が本当に最高ですね。めちゃくちゃ美味しいんで、ぜひ動画を参考に作ってみてください。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバイ。